釣りの話。どうも、ルッキーでございます。おまんでございます。ですね、本日の動画の内容でございますけれども、まあ、今、鮭釣りのシーズンに、まあ、入ってるね。で、そんな中で、ちょっと俺が、一つ言いたいことがあって、で今、カメラ回してます。で、鮭釣りってやっぱり、まあ、毎度のことなんだけど、荒れるんだよ。まあ、荒れるってね。じゃあどういう風に荒れるかっていうと、まあ、例えば、場所をね、場所を晒すなとかさ、いっぱい釣りすぎんなとかさ、まあなんかいろんな、そんな、そういう要因がね、まあなんかメスの腹裂いて、いくらだけ取って、身捨てるとかさ、そんなことにすんなとかさ、なんかそういうことで揉めるんだけど、俺が今回言いたい内容はね、まあ主にだけど、オホーツクの方の鮭の釣り場がどんどん少なくなってって、要は港とかで禁止になったりとかっていうね、港が続出したんだよ。去年だったかな、したのね。要はだから鮭釣りができる場所がもう激減しちゃってんだよ。で、そんな中、まあ、あえて地名とか川の名前はね、言わないんだけど、まあ、オホーツク海側のとある川があるんだけどね。そこの川を、まあ、大事に守ってる、まあ、とある人物がいるんだよ。で、その人が、じゃあ何をやってるかっていうと、どういう風に守ってるかっていうと、まあ、ちょっと俺が勘違いしてることあったらね、コメントでバンバン突っ込んでほしいんだけど、まずその川で鮭釣りをするのに、まず、ルールっていうものがあるんだと。俺はどんなルールがあるか俺は知らねえよ、俺。なんだけど、例えば、なんか話に聞いた感じだと時間だとかね、まああと、まあトイレはこんな感じにしてくださいとか、車はこうしましょうとかっていうルールがあるんだって。で、要はそういうのを守ることによって、そこの、まあ、川のとある川の河口を鮭の釣り場として守っていこうぜっていう活動をしてんだよ。で、で、その人も、まあ、多分最初は1人かまたは2人とか少数だったと思うんだけど、賛同する人がいっぱい出てきて結構な人数になってて、で、まあゴミ拾いの清掃ね、ゴミ拾いの活動もそうなんだけど、もう実際にそこの川の近くにまあ釣り人車止めるじゃない。で、そこが6割だったかな ?7 割だったかな、なんか私有地なんだけど、そこも、その人の働きかけで、要は車を置かさせてもらえてる状況なんだって。だからその人がやってなかったら、まあ要は車あんまり止めれなかったってことになるのかな。で、また、結構ね、こう、凸凹だったりしてるところに、例えば土のうを入れてとか、そういうことも、やってんだよ。で、ああ、すげえな、大したもんだな、と思って。まあ、そういう方もいるのよね。で、で、その方って、結構過激なんだわ。とにかく、ルールを守らない人には容赦ねえのよ。で、結構ね、おっかねえ感じでね、ルールを守らない人とか、あとまあちょっとこれ密漁じゃねっていう人には結構ね、もうこれってやるような動画とかもアップロードしたりしてんだよ。で、まあちょっと前置きが長くなっちゃったんだけど、俺ね、最初俺はそれご本人にも俺言ったことあるんだけど、ね、最初は別に嫌いでも好きでも何でもなかった。なんだけど、いや、この人怖えな。ちょっ
と これはちょっとやりすぎなところもあるじゃねえかなって思ってた、実は俺思ってたの。もうちょっとなんかこう優しく言ったらなんかもうちょっと丸く収まんじゃねえのかなみたいな感じで思ってる部分があったんだけど、よくよく考えるとねえ、誰かがなんか悪いことしてましたって、で引っ掛けやってたとかね、私有地に車止めてたとか、ゴミ捨ててたとかね、ほかほかのうんこをモリ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 その辺でうんこしたとかね、そういうことがあっての今じゃん、釣り場がなくなっちゃったって、おほつく海岸はね、じゃあで、それはやっぱりこういうことなんですよ。結局優しくマイルドにしてるとそういう結果になってしまったってことなんだよね。そういうことなのよ結局は。でこれ学校の、教師が結構いい例でさ、昔なんてね、バッタバタぶん殴られたのよ俺教師に。もうあれだよ、こんなパーでこうじゃないよ、もうこうだよ教師に。今こんなこと教師やってごらんなさいよ、一気に問題になるじゃん。なるんだけど、その結果が今は結構ね、教育のあれも変わったけど、なんかゆとり世代とかさ、なんかそういう言葉あったじゃん。俺あんまりその言葉好きじゃないんだけど、ゆとり世代の人は悪くないからね。なんだけど結局なんて言うんだろう、その要は憎まれ役じゃん、その教師も殴るっていうのは。殴りたくねえんだから教師だってね、え可愛い生徒。でもこのままじゃいかんと、俺はなんて言うんだろう、体で覚えさせなきゃダメだなって言っての拳、愛の拳なのよ。でそれを今の鮭釣りのこの現状に置き換えるとね、最初は優しくしてましたってね、引っ掛けやってる人もまあいいかまあみたいな、ね、なんかめんどくせえしみたいなっていう感じで放置してたりとか、ゴミもまあいいか、まあ俺が拾えばいいかみたいな感じとかで、駐車も駐車そこを止めたら本当はダメなんだけどまあいいかとかね、っていうのが多分、続いての今のオホーツク海側の鮭釣りの釣り場の現状なんだよ。だからその憎まれ役っていう人ってね、憎まれ役っていうのは絶対にこれ必要なもう時代になっちゃってんだね、もうね、だからそのオホーツクのね、オホーツク海側のとある川をずっとこうね守ってる方は憎まれ役を買って出てるんだわなこれ、だから、ね、昔のねよくね、青春ドラマとかでもある熱血教師ってやつよ。ね、歯を食いしばれって。あれは本当の話、そういうことがあったんだからね、本当にね。だから、ね、さっきもその釣りに置き換えたけど、やっぱり激しくもう過激に言わないと、もう、後がないんだよ、もう。鮭釣り文化に。だから、ちょっとでもなんか悪いことをしてる人でもいたら、もうああおじさんダメだよそれ、ダメダメダメってじゃなくて、もうそこはもう厳しく言わないと、もうダメならもうなんつうんだ、もうギリギリの瀬戸際まで来ちゃってんだなっていうふうに思ったね。だからとりあえず鮭釣りね、今年何本釣るぞ、わいいさ、それもね、俺ハンドメイドルアーちょっとルアー工房開こうかな、それもいいよね、いいんだけど、
その前に、まあ、まずそういうもう鮭釣りっていうカルチャー文化が今もうかなりもうギリギリの危ないところにまで来ちゃってるっていうのをちょっと危機感を持ってね、持ってで、なおかつ、まあ、出る杭は打たれるじゃないけど、まあ、憎まれ役を買って出てる、まあ、人に、まあ、ぶっちゃけ、まあ、あれだよね、賛否両論はあれど、まあ、そういう人が必要な時代になってしまっただなっていうのが俺感じたね、うん、なんでぜひ皆さんも、まあ、繰り返しになりますけども、鮭釣りっていうね、鮭に遊ばしてもらってる、ね、鮭に遊んでもらうためには場所も必要だよ、ね、その場所がどんどんなくなってる、じゃあその場所誰守るんだって、一人一人がそんな流暢なこと言ってられる時代じゃもうねんだわ、ね、一人一人がじゃあね、ルール守る、守らないでしょ結局は。だからそれを誰か監視する人が必要な時代になっちゃったんだなっていう話でございました。まあ、もしよければちょっと今回の動画結構いろんな考えが皆さんお持ちだと思うんで、ぜひコメント欄に書いていただければと思います。ちなみに俺はな、どこを守るかな、まあな、麻布のパーラー守りてえけどな、俺をことごとく裏切りやがるからな、うん、神話グループ、神話グループな、マルハンかな。北のロッキーチャンネル。